西出雲駅は、島根県出雲市チ宮町下町鍵にある、西日本旅客鉄道3位本位線の駅である。事務官コードは64万742。快速、アクアライナーが半数程度停車するほか、特急、スーパー松風が1往復停車する。1、2番線ホーム島式ホーム1面2線を持ち、行き違い設備を有する地上駅。この他にもう一つ着発線があるが、 回送列車帯機用でプラットホームはない。線路は東西方向直線に伸びており、その南北から古線橋でホームへと通じている。松江駅管理の無人駅で古線橋内部に自動券売機が設置されている。駅舎はかつて北口側にあったが取り壊され、現在では南口側に待合室程度の駅舎が設けられている。北側のホームが一番乗り場である。 列車運転指令場では北側からとなっている。なお、一番乗り場の出雲市駅方向に工事用車両を留置するための材料線と安全側線が設けられている。マスダ型に後藤総合車両所出雲市所がある。このため、白尾線から続いている化区間は本線上は西出雲駅までだが、実際は後藤総合車両所出雲市所まで。 電化河川が続いている。また、東駅から西側の起点である畑星駅まではすべて非電化となっており、放置大線駅から続く電化区間もここまでとなっている。2018年度の1日平均乗車人員は284人で、ある。2004年度は248人、1994年度は173人、1984年度は100人だった。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。北口南口特急、スーパー松風、快速、アクアライナーの隣の停車駅については各列車記事を参照のこと。なお、アクアライナーの下り一本は、出雲人材駅を通過する以外は、大田市駅まで各駅停車となる。西日本旅客鉄道 D3 本線、出雲市駅西出雲駅出雲、 人材駅西出雲駅の客扱い列車は多くが軌動車となっている。電車は上り当たり駅始発通り、当駅止めの列車が数本あるのみで、他はすべて回送列車となっている。2006年3月18日のダイヤ改正で、軌動車列車の回送列車を客扱いで運行する列車が増発され、最終が日付を超えるようになった。 後藤総合車両所出雲支所が隣接している関係で、電車化されて、以降の役も、の一部が、改装扱いを兼ねて、当駅までの普通列車だったほか、1987年10月から1988年3月までの、一時期、東京発出雲市行き新大特急、出雲3号は、出雲市到着後、そのまま、普通列車となって、当駅まで運転していた。 中高特急の末端区間を普通として運転する例はいくつかあるが、寝台特急の末端区間を普通として運転した例は他にない。その後、普通列車化されない形で優等列車が1、往復停車するようになった。かつては駅の南西側に工場があり、この工場からの貨物が当駅を通じて出ていたが、貨物取扱いが廃止された後に、工場もなくなり、 その跡地は、現在、住宅地となっているため、当時を忍ぶことはできない。また、かつては、線路の北側にのみ駅舎があり、南側は、田園風景が広がっていた。その後、戦術の工場廃止などを受けて、地域再開発がなされ、次第に、駅南側が、現在のように整備されていった。現在、当駅南側は、 ホテルやチビールレストラン、温水プール施設などが立ち並んでおり、直進すると時の分散飼育施設や、植物園、看護専門学校や老人福祉施設などがある。かつては、市場タバスが乗り入れており、チーミヤ方面への路線も多数存在していたが2017年4月現在、同社はこの方面の運行からは撤退し、スサノオ観光が乗り入れている。 駅北口側には旅館や農協支所等が存在した。AB、JR 西日本、山陰線二駅を解消台や改正時に、交通新聞、P2、日本国有鉄道旅客局、鉄道、航路旅客運賃、料金算出表昭和59年4月20日現行。JR 機動車客車編成表90年版 J。 RR1990 年 ISBN4 から8 8 2 8 3 1 1 1 2出店、島根県統計所ただし、電車の普通列車はすべて、岡山電車区所属の115系電車である。回送区間を、客扱いか。方向幕は変わらなかった。また、B 寝台のみ普通運賃で乗車できた。なお、このような扱いは、下り列車のみで、上り列車にはなかった。 チーミア駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。